にお願いいたします。飯田参考人はい、えー、報告させていただきます。えー、っと私の方からはですね。えー、まあ、今日の要旨はですね。えー、まあ、気候危機。それから資源まあ、本日のお題である。資源の戦略のまあ、いわゆる。一丁目一番地はえー、再エネの中でも特に太陽光と風力。そして省エネ、えー、プラス。あとモビリティの転換とまあ、この3点だと。 いうことで、えーまあ、それがです、ね、この後あと、えー、図表でお見せしますがあの、電力とモビリティについては、もう世界史的なあの破壊的変化というふうに、英語ではディスラプションというんですが、単にエネルギーが、えー、原子力や化石燃料から太陽光風力中心に、えー、エネルギーの中身が変わるだけではなくて、産業構造も含めてです、ねまあ、根こそぎ変わると。ちょうど 1908年に T 型フォードが登場して、10年で,ですね馬車の時代が自動車の時代になったと、えー、それから1990年代の初頭にインターネットが登場して、一気にもうまさに今日変わったと、えー、それから2007年に iPhone が登場して、ガラケーの世界からスマホの世界になって、大きかったと、まあ、そういうようなこうあの大転換がこの電力と そしてモビリティで今、起きつつあるということをやっぱり認識すべきなんですが、えーまあ、先ほど、石川参考人がです、ね、日本遅れていると言うなと言ってましたが、えー、残念ながら本当に遅れてます。で、えー、そして、えー、あと、省エネに関してはですね、ちょっと今日あまりお話をする時間ないんですが、少なくとも、 まあ今、直面している新型コロナ禍からのグリーンニューディールとかより良い復興、ビルトバックベターという話がです、ね、日本ではもうどこか消えてなくなっちゃってるんですが、まあ、ヨーロッパがやってるリノベーションウェーブっていうのは非常にその学べるんではないかということで一例だけご紹介した上えで、まあ、最後、ちょっとこれはあのかなり深い話になるんですが、まあ、日本はですね新型コロナと原発エネルギー政策気候政策に共通しているのはかなり機能不全というのがもはっきり 出ているので、まあ、そのレベルの見直しが必要ではないかという最後の提言、これはまああのざっとレビューだけさせていただきます。で、えーまあ、昨年、岸田首相もです、ね、あのグラスゴーに行かれましたが、まあ、毎年恒例のように、えー、化石賞を見事に受賞してしまってです、ねで、その菅前首相が、まさに文字通りトップダウンで、えー 2030年マイナスこれはあの当時、経産省が度肝を抜かしたというふうに裏では聞いておりますが、これは非常に私は非常あのこのマイナス46%のおーまさに首相からのトップダウンは、珍しく、非常にあの評価できるトップダウンだではあったと思うんですが、ただ、そのマイナス46%でもで、国際的に見ると、まだまだ政策も、 そしてそ,れをあその目標も不十分だしそれ、それを実現できる政策も不十分だという評価でガラあの、えー、ガラパフスじゃないや、いや、えー、化石賞を受賞してしまったと、でえーまあ、一応それを受けて、まあ、経産省が一生懸命、えー、作り上げた第6次基本計画で、なんとか数字の追い詰めを合わせて、再、えーまあ、エネ32から33だったっけな。 でその内訳を見ると太陽光がまあ大体ほぼ倍弱のです、ねえー、このグラフにあるような形で増やしていて、まあ、これもですね今日の石川参考人、奈良林参考人のとおりあと、ね、でご報告しますが現時点での太陽光は世界に3番目の貫たる太陽光大国なんですがこの先が非常,に、えー、と非常にまずいんですがで風力は,非常に風力はまあほんのちょっと。 で今日はちょっと風力の話は私はあまりしませんけれども、ただ残念ながらです、ね、この太陽光、まあ、風力はなんとか実現できるんじゃないかというふうに思いますが、むしろどうやって目標を持って上げるべきかという話ですが、太陽光はこのささやかな目標も実は達成できないんじゃないかという、えー、そのおちょっと心配があります。でえー、と今日はまあ資源エネルギー調査会とということでで、まあ、世界のですね いわゆるエネルギー、えーまあ、ジオポリティクス、エネルギーなんだ、地政学が今、大きく常識が変わろうとしているということで、えー、2年前、ここにお呼びいただいたときもです、ね、この i d な国際再生可能エネルギー機関がです、ねえー、従来のエネルギー地政学というのは、一言で言えば石油をめぐる国際政治だったと。しかし、もう今や再生可能エネルギーの中でも、特に太陽光と風力中心に、 その技術と市場を持っている国が今後、力を握りますよというレポートを、ノルウェーのえーと首相を中心に作った、ニューワールドというのが2年前の1月に出たレポート、で今年はえとさらにそれを超えて、グリーン水素がさらにもう一つ大きくなります、ただ、グリーン水素の前提というのは、太陽光と風力で、電気を作らないことには水素ができないということですで。 えと昨年もです、ね、また太陽光、風力が、えー、とりわけ太陽光はまた前年比20%増で、183ギガワット、1年間で増えて、ですね累積で930ギガワット、風力はまあ残念ながら残念ながらとか、前年よりちょっと落ちて、それでも大、え、体、ー、いい70ギガワットぐらい増えて、840ギガワットと、原子力は390。 9 0ギガワットということで、まあ、これは発電量でなくて、あくまで設備,利用あ設備容量なんですが、発電量で見てもです、ね、太陽光はちょっとお手元のこの、えー、と数字の、数字じゃないや、ワードじゃないや、この A4 の文字にもあるようにです、ね、太陽光はこの10年間で、えー、2011年にはわずか世界の電力の0.4%。 だったものが10倍の4%、世界の電力の昨年は4%を供給するまでになっています。で風力は14年前の2011年で世界の電力の2%だったものが、昨年で6.4%、合計で10%を超えました。つまりえーと、2.4%からですね10%へ10年間で5倍増と、これも先ほど石川参考人から、電力とかエネルギーの供給はそう変わらないんだよというのが、 確かにこれまでの常識でしたが、その常識を打ち破ろうとしているのが、この太陽光と風力、プラスこのあと出てくる蓄電池です。それ、なぜかというと、コンピューターとかですね液晶テレビと一緒なんですね、この太陽光と風力と蓄電池というのは、いわゆる技術学習効果によって、作れば作るほど性能が良くなって安くなる、だから安くなるから普及して、またあの性能が良くなって安くなるという、このすさまじい勢いが、 あの先ほど文字通り言うところの破壊的変化ですで太陽光はこの10年間で10分の1のコストになったんですね、で風力は10分の3のコストになった、原子力は高くなる一方でですね、えー、ということで、でしかもこの、えー、私、もともと原子力を学んで、原子力産業に勤めて、原子力の規制にも関わった後この再エネの分野に入ったのが30年前ですが、その頃太陽光と風力が、 こんなに中止になるとは30年前は想像もしませんでしたけど、30年前どころか、10年前でも太陽光は高くてどうしようもないと。だからフィットが必要なんだと。今でもフィットはし必要なんですが、今や太陽光と風力がワンツーフィニッシュで一番安いエネルギー源になったと。こんな日が来たというのはですね、もう本当に驚異的なあの時代でですね、この小さいグラフを見ていただいたら分かりますが、その落ち方は、 あのこれはですね、化石燃料と比較をした過去、まあ、70年間の、えー、石油ショックとかリーマンショックで、下の方でうにゃうにゃと化石燃料の価格が、まあ、今も若干高騰して、また落ちたりしますが、そこ、空から隕石が落ちてくるようなペースで価格が落ちてきているわけですよ、こういう変化で今、世界が変わろうとしてるとで、リチウムイオン電池も過去30年で97%コストが落ちてるんですね。分のですよで これで吉野さんがノーベル賞を誇るべきとりましたし、まさにこのリチウムイオン電池、日本が今、誇るべきで、最後にえと頑張ってる今、パナソニックが世界第3位で、頑張ってはいますが、テスラと組んでですね、で,ですから10年前には想像できませんでしたが、世界のほとんど主要機関、IEA も含めて、ですねこれからの中心、まさに太陽光と風力が大半のエネルギーを2050年に向けては、 あの賄っっていいくんんだというシナリオに変わったんですね10年前はこれ、考えられなかった、つまり専門家とか、ですね、まあ、いわゆるオーソドックスなエネルギー会社とかは、10年前はこんなことはもう鼻で笑ってましたが、今、常識が完全に変わったとで、そのことをまず皆さんに認識していただきたい一方で、原子力はどうかというと、あの私もともと私も原子力やってましたし、奈良先生もいらっしゃいますが。 期待は大きいけれども、今も SMR とかいろんなことをごちゃごちゃあの、いろんな声が聞こえてきますが、現実は無残な、三憺たるものですね。今、世界に415基原子力がありまして、それの平均寿命がですね、えー、と31年です。で、これまで170基の原発が廃炉になりましたが、廃炉になった原発の平均寿命は27年です。で、で、 かつて原子力が大量に作られた時代っていうのは、日本もそうですが、1970年代と80年代です。ですからもう、ほとんどが老朽原発で、今、新規の原発はまあ中国がかなり多いですが、せいぜい年間5、6期です。で、原発のいろんなリスクに目をつぶったとしてもですね、これから何が起きるかというと、大量廃炉時代です。大量廃炉して、あとちょぼちょぼ作ったとしても、この右上の図にあるようにですね、 現世界のの原子力の総発電量はこれから急速に下がっていきますプラス、新規の原発を作ろうとしてもです、ね、これは確実に過去のデータですが、アメリカとフランスのこれまでに作った原発は、あのさっきの再エネの太陽光と風力と逆にです、ね、作れば作るほど高くなってきていると。それはなぜかというと、規制がどんどん厳しくなるからですね、安全規制が。でしかもどんどん規制が厳しくなるから、巨大化して、そして、 どどんどん複雑になるからですで今あの、ヨーロッパで作っているイギリスのヒンクリンポイント C、それからフィンランドのオルキオルト3号機、そしてフランスのフラムビル3号機、これはもうほとんどカオスの状態で、すね何がカオスかというと、コストが何倍にも上がると同時に、本当は例えばフィンランドでいうと、2005年に作り始めて、2010年にもうこフィンランドの国会を二分して作る方向になって、2010年にはできるはずが、 実は今、今日現在もできてないんですね、また完成してないと、あまるで6カ所、再処理工場みたいですあの来年にはできますと言って、来年になったらまた来年にはできますという、砂漠の蜃気炉のようにいつまでもできないと。という、ですねだから原子力はまず高い、安いでいうと、明らかに高いし、しかももともと言った値段よりもっと高くなる、しかも、いつまでにできますと言った、その期限が守らずにいつまでもできないという、ですねもうほとんどカオスの状態で。 で、えー、太陽光の話にいくと、確かに太陽光、私はあの、REN21 という2004年にドイツを中心にできた世界的な再生可能ネットワークの、えーとまあ、運営員をずっと務めておりますが、えー、そこの最新データで日本は確かに今、世界第3位と、これはあのさ一昨年の末、2020年の末ですねで、えー、ここまではいいんですが、ただし光と影があると、光は今、世界第3位の 累積の PV 設置量で、えー、しかも、他の再エネ市場、風力を中心にで,す、ね、でき始めたこれは非常に大きな成果ですが、ただし影、負の連鎖、これはあの先ほど石川参考人もおっしゃいましたが、ただこれはどこから来ているかというとです、ね、完全に経済産業省を中心にやった制度設計の失敗です。で、その制度設計の失敗の中心中の中心は何かというと、日本は、 FIT はです、ね、もともと私が一番ドラフトを作ったのは1999年なんですが、そこから11年かかって、あの福島原発事故のあおりを受けて、まあ、2011年に成立して、その後詳細に制度設計されて、2012年から施行されました。で、日本はです、ね、2000年に導入していれば、世界でほとんどトップランナーの制度設計。 だったのでそ,そのままでやれば、確かにいろんな失敗はあっても仕方がないんですが、その後その間に世界各国にフィットは広がって、日本はほぼ世界で最後に導入しました、100か国この間に導入したんですね、でその間にイギリスのあ、イタリアの失敗とか、スペインの失敗とか、もう世界各国、いろんな失敗があったんですが、しかし、日本が最後に導入したフィットの中で、唯一最大の失敗をしたのは何かというと、あの設備認定という、その、 認定を与えられた年の価格、2012年40円、翌年は36円、次は32円この3つが最大の問題なんですが、それをそこで固定をするというのは、これ、世界100カ国フィットを導入した国で、日本だけなんです。で、これ、極めてデリケートに慎重に制度設計しないといけないものを、経産省はそこは世界各国に学ばずに乱暴に入れちゃったので,で、それが結局、 あのこれを儲かるといって申請ラッシュで電力会社の系統に非常に、系統そのものは実はあるんだけど、電力会社がビビって閉じちゃったとかですね、国民負担はもう確かに大きくなったんですが、このグラフを見ていただいたら分かりますが、3分の2が、3分の5分の3ぐらいですかねこの、この3三年の太陽光なんですよ、これが最大の問題ですで。ちなみにこの付加金が高い高いい といっても確かにこの3カ年は無用に高いんですがあの、注意しないといけないのは、20年をつ越すと、その付加金は消えてなくなって、その後電源だけは残るんです、あの太陽光は20年で撤去することないので、30年は楽に使えます、実際には40年と使えますからで、ドイツは実際にもう、えー、と2020あ、だから去年あ、一昨年あたりから付加金はどんどん下がってきてます、それは20年経過するとどんどん下がるからです。 でそれが非常に重要ですで、まあ、その他です、ね、自然破壊とかいろんな問題は、すべてこの、えー、価格を最初に決めて、それが固着をしたということで、えー、大きな問題で,で、日本の最大の問題はそれに後追いで、で経産省も慌てて、いろんな後から後からいろんな規制を入れたので、今、政策自体がカオスになっていってですね、でえー、一昨年の,あの新しい認定がわずかに0.9ギガワットとで、このペースでいくと、 経産省のささやかな目標ですら実現できそうにないと、えー、おそらく我々の試算では、多分4割増しぐらい精一杯ですね、これから増やせるのは。で一方で、中国は先ほど2億5000万キロワットの、えー、太陽光を 9, 9億キロワットに増やすと、アメリカは1億キロワットを5.5倍、これを3ショット計画というような形で、えー、やってますドイツは新しく成立した新政権の下で、3倍速と。 3倍に加速するんだと今、2020年で、えー、先ほど、奈良林参考人の報告にあったように40、40%の再エネ、これも実は2000年にわずかあ、失礼、2 0年にわずか5%で、2020年に20%の目標がオーバーシュートして40%になったんですが、もともと2050年80%を3倍速して、10年後に80%を再エネにするという目標に加速をさせる、その一環としてドイツは、 今、55ギガワットを200ギガワットにするというふうに言っています。で、日本は65ギガワットを、せいぜい120ギガワットに計算書はすると掲げてますが、実際には多分80から90ぐらいまでしか行きそうにないというのが最大の問題です。でとにかく太陽光と風力をいかに増やすかということが重要ですから。 もう圧倒的に高い国家目標を掲げてで、この先の太陽光風力はです、ね、そんなにフィットの付加金は上がらないです、あの最初の3年間の失敗が一番大きいので,で、脱炭素と再エネの目標を非常に高くして、であと蓄電池も、えー、この後見るように、えー、時間があと5分ぐらいかな、でえー、加速させ、あと EV 化ですねで、再エネ最優先原則を。 設定化しつつ、えー、バックキャスティングでそれを、えー、再点検していくということで、ちょっと先がないので急ぎます。で、あの先ほど、奈良林参考人の方からありましたが、えーっとですね、もう世界の考え方が変わってるんですね、えー。それはどういうことかというと、原発とかをベースにしたベースロード電源というのは、これ、古い独占的な、えー、電力市場の考え方で、 もう太陽光と風力を中心にする、これを自然変動型電源といいますが、これは柔軟性パラダイムという考え方で、その自然変動する太陽光と風力を柔軟に受け取る系統がですね。ということで、の他の火力のバックアップというのも実はそうではなくて、実はここに、 電力の輸出入もあれば、市場もあれば、天気予報のリアルタイムの AI を使った天気予報の予測であるとか、それから需要側管理、デマンドレスポンスとか、さまざまな手法を駆使して、自然変動型電源を吸収するということで、これも自動車の教習所と同じように、第1、第2、第3、第4段階とありまして、日本全体は第2段階に入ったところで、系統に若干出てくると。で 九州だけは第3段階に入っていると評価されていてで、これも先ほど、えー、と奈良林参考人の資料にあった、あのお話にあったので、九州は特に春は需要が少なくて、原発4基動いていたら、太陽光半分ぐらい止めるようなです、ね、出力制御というより、これ、水力制と私は呼んでますがで、そういったところをちゃんと水素に使うとうか、水素に使う以前に、まだ九州なんてわずか15%なので、 デンマークとか南オーストラリア、この自然変動型がもう60%近づいても十分吸収してるんですね、つまり柔軟性の知恵が、まだ知恵と技術が入ってないから問題で、小さな図でちょっと入れましたが、デンマークの風力はこんなに廃炉みたいに変動するんですけれども、それは地域熱供給の高ジェネも使ったり、あるいはその熱を、熱に、地域熱供給の熱に風力の電気を変えたり、そしてさらには今、水素を作ったりとかですね。 やはりその風力、太陽光を中心に、電力システム、エネルギーシステムをどう作るかということで、世界各国が競っているわけです。えー、政策の見直しも今日ちょっとフィット全体像を話す時間はなくて、さらにフィードインプレミアムって新しい制度も入ってくるんで、ちょっとそこまではお話できないんですが、2つだけご提案したいのは、2つありまして、1つはですね住宅用の太陽光、私の家にもついてまして、この太陽光の発電と需要カーブ、私の家のカーブを取ってきたんですが。 これ、一律、今年からあ、この4月から16円なんですね。で、それは私、やめた方がいいと思います。その代わり何を入れるかというと、太陽光プラスチック電池で昼間はただにして、ただ買わないよと。で、夕方と朝は電気使うので、でそこから逆潮流してくれればあの、高く買うよというふうにすればですね。 蓄電池の普及もででできるんですねでこれは実はハワイ電力がスマート逆潮流ということで導入して、今、ハワイ電力の8割ぐらいが、もう太陽光プラス蓄電池が今、急速に普及してます。で、電力市場もです、ね、昼間、あの赤のラインで書いてますが、例えば九州、これ、九州のエリアプライスですが、太陽光が普及すると、あの電力市場価格0.1円ぐらいになっちゃうんですね。 でそれは太陽光がどんどんみんな売るからなので、でその太陽光の売る部分を蓄電池に貯めて、夕方、報酬すれば、これ、電力にとっても非うに助かるの、需給調整にとっても助かるし、市場の安定化にもつながると、でそういう形でフィットをもっと賢く使うと、でもう一つはコミュニティ蓄電池、これ、オーストラリアで始まってるんですが、えー、やはり蓄電池は家庭に入れてもいいんですが、コミュニティ単位で入れて、あの もうお隣近所で電気の裾分けができるようなことを規制緩和をしていくということで、えー、これも非常に効果的かなと思います。で、えー、それから太陽が高いあの、日本はですね、確かに安くはなった、相対的には日本でもどんどん安くなったんですが、ただ世界各国から比べると高いで、これは民間の努力も必要なんですがあの、国、規制側の努力も必要で、2つ事例をご紹介すると、アメリカは、 エネルギー省と NREL ・国際再生可能機関が協力をして、ソーラーアッププラスということで、インターネットで入れると規制があのアメリカも自治体ごとに全部違ったりするので、24日間かかっていた規制が半日で済むようになったというような形の規制の合理化、それから電力の系統連携もすごく時間がかかるんですけれども、これ、ハワイ電力はやってますが、食い食いこねこととであの、住宅で太陽光をつけても問題、実際起きることはまずないので。 実際にもう連携だけ始めて、書類作業を後からやってくださいということも始まっています。それから蓄電池が今、バッテリーディケードと、蓄電池の10年という時代になってきていて、EV がもちろんこれは市場を引っ張っているんですけれども、ここで見せているグラフは全部電力低地型です。これから爆発的な蓄電池の市場が EV と、そして電力停止型でどんどん広がってきているので,で、日本はこの蓄電池を上流側の風力、あの供給側に置く蓄電池と、需要側の蓄電池、あの先ほどのような形でどう普及させるかと。飯田参考人、そろそろおまとめいただけますか。はい、ああ分かりました、もうあと1人前です。はい、じゃこれで、えっとですね、それで、蓄電池は EV が大体95%のマーケットで、残りがあの電力市場なので、EV が圧倒的で、 で先ほど、良林参考人がおっしゃったように、私も日本の自動車産業の行く末、非常に心配しているわけですが、それは決して電気料金のせいではなくてです、ね、やはりそのまずテスラがすさまじいイノベーション力とスピード力があって、でそれにフォルクスワーゲンとかフォードが危機感を持ってです、ね、必死で追いかけようとしてで、中国は新しいスタートアップでやはり追いかけようとしていると。 その状況の中で、日本が非常におっとり固めで,で、かなり立ち遅れてるという状況があります、でもう世界全体でも昨年倍増しましたし、えー、ヨーロッパと中国はもう 20%, を超,20を超えて爆発的に普及すると、でえー、でやっぱりこうテスラが非常にあの競争力というか、イノベーション力があるので、えー、これはあの半導体、液晶、家電。 えー、に続く日本の自動車産業は、あの本当にあの対応しなきゃいけないんですが、私がこの国会の場で申し上げたいのはです、ね、それは産業政策として非常に重要なんですが、もう一つですね、EV 化と自動運転で社会全般にものすごく影響が大きいということです、雇用も含めて、でこれはあのドイツは、い、はい、<laughs> ドイツは、未来のモビリティのためのナショナルプラットフォームという委員会を、えー、2年3年前に立ち上げて、 で雇用があの大きく影響を受けるので再、雇用の再教育が必要だということを提言してますし、でアメリカのアップジョン雇用研究所もメリット、これは自動運転ですね、自動運転のメリットはすごく大きいんだけども、必要がすごくあのドライタクシードライバーとか、ドラッグの運転手とかあるので、まその再雇用、再教育の場が必要なんだということが、あのきちんと。 単に自動車産業だけでも大きいんですが、社会全体の影響をきちんと検討した上でえで、ー、施策を打っていくというのがやっぱり政治の役割ではないかというふうに思います。えー、っと、時間がないので EU グリーンニュー,ニー,ニーディールと、まあ、あと時間がないのでですね、とにかく3000戸の既存の住宅に対してしっかり、 えと建物回収をしていくことによって、えー、エネルギー貧困とグリーンジョブを生み出すといった政策、あと最後の、えー、とこの政策決定の場がです、ね、えー、と日本では非常に今、劣化しているんではないかということで、それの提言は最後に2ページまとめてますが、これは省略いたします。以上ですありがとうございました